理化学研究所の津川博と申します。よろしくお願いいたします。私はですね、ここ、今回化合物データベースということで、講演させていただきます。化合物って言ってもですね、本日多分私の講演内容としては、メタボロームって呼ばれるその代謝物ですね。その特に人や、植物でも何でもいいですけれども、生態内生命がその作り出す化合物の総体ということで、メタボロームっていう言葉があるかと思います。メタボロームってどんなものかっていうものを簡単に紹介させていただくと、例えばですね、この人の表現型っていうのは、ここの左に示すさまざまな因子、環境因子や年齢や、当然疾患や薬、食事条件などに、よって規定されていると考えられます。そしてですね、例えばこう血液や尿などのバイオプシーっていうものに、この表現型っていうものが最もよく反映される、メタボロームに反映されるだろうっていうことで、ここに示す生体恒常性磁気孔の解明や、例えば疾患予測を行うためには、このようなその代謝システムで作り出される代謝物の総体、すなわちメタボロームっていうものを捉えることが必要であると、これまで言われてきました。そして、このメタボローム、今回こう人を最初にこう挙げさせていただきましたけれども、その技術自体はですね、例えば食品、植物科学、代謝工学、環境科学といったさまざまな分野において、有用な、まさにメソドロジーとして使われていて、必須のオミクス科学と言われています。で、今回化合物データベースということで、実際このメタボロームっていうものを、一言言ったときに、それこそどれぐらいあるんだろうっていうことをこのスライドにちょっとまとめてみましたと。で、真ん中にはですね、このヒューマンメタボロームデータベースっていう、人の、代謝物のデータベースがあるんですけど、このうち、エンドジニアス、つまり内因性に、合成するものであろうと、かつそのこれまでの文献で検出された歴があるっていうもので検索するとおよそ3000ほどの数になってます。ただ、例えばじゃあこのメタボロームを捉えるためには、じゃあこの3000個を見ればいいかっていうと、決してそうではなく、例えばその食品のデータベースに化合物っていうものはどれぐらい登録されているかっていうのを見てみると、ここに示す約1万5000で、例えば生薬ですね、とか天然物の化合物のデータベースを見てあげると、25万の以上の要するに化合物構造が集積されていると。で、最近では腸内細菌で産生される新たな代謝物なども多数見つかってきてますし、これ数とかはまだエスティメートの状況ですけれども、我々が生まれてから死ぬまでですね、その環境因子に暴露される化合物の総体っていうものは100万を超えると言われていて、例えばその慢性疾患やなどで、その例えば遺伝子の情報では説明できないものっていうものは、このような環境因子っていうものをしっかり見ていく行かないといけないっていうヒューマンエクスポゾームプロジェクトっていうものが、世界、特にアメリカやヨーロッパのグループで最近こう、立ち上がっているような現状です。で、このようなメタボロームっていうもの、つまり代謝の情報を、今回主に解析するっていうことで、紹介させていただくんですけれども、今回主にこのこういう視点でちょっとだけ 2点ほど挙げさせていただいたんですけど、そのメタボロームの研究をする上で、出す側と使う側にまず分かれると思います。で、今回最初はですね、この右の使う側、ほとんど最近はですね、例えば会社外注に出してメタボロームのデータっていうものを、外注してこう 1,2 ヶ月で返してもらうっていうこともできるように、簡単にできるようになってきているので、使う側どんどん増えてきていると思うので、こっちをまあ重点的に、そして時間があればですね、先ほど当社の方でもよく質量分析のマススペクトルの話とかが出てきたかと思いますけれども、このような出す側の方も時間が許す限りお話しさせていただきたいと思います。ではまず使う側ですね、例えばデータサイエンス、バイオインフォマティクスって呼ばれる分野で、そのデータ、そういうところの人間が使う側が求めるそのアウトプット形式っていうものを、ちょっとビジーで申し訳ないんですけど、ここにまとめてみました。これ、求めるっていうものはどういうことかというと、代謝物のアノテーション、名前ですね、単純に化合物の名前の、そのメタデータと呼ばれるもの、その今回このアノテーションのメタデータっていうものは、例えばその質量分析でこうプロファイルされたメタボロームのデータの場合は、例えばその M オーバー G の情報や液体クロマトグラフィーとかで分離している場合は保持時間の情報、さらにはこの化合物の、後に示しますけれども、名前だけじゃちょっと表記揺れの問題があるので、例えば組成式なり、
まあ、その代謝物のクラスオントロジーと呼ばれるものなり、まあ、あとで示すインチキーと呼ばれる化合物の構造情報の定義や、そのスマイルズっていう、まあ、構造の表記方法そのものですね、いや、そのここに MSMS スペクトルの情報とかが、まあ、アノテーションに用いた MSMS スペクトルの情報とかが含まれていて、最後にはですね、まあ、これは、まあ、濃度を求めているということになるんですけれども、ピコモルパーミリグラムティッシュっていうふうに1ミリグラムあたり何ピコモル入っていたかっていう表の、まあ、それぞれの化合物のそれぞれの濃度値っていうものが入っているような表が渡されることが望まれますが、まあ、これを、まあ、いただけることはおそらく稀です。例えばそれこそ企業に外注する場合は、このうちのメタデータのいくつかの方は掲載、もしくは全て掲載されている可能性もありますけれども、例えば共同研究ベースとかですね、このような整理整頓されたデータでいただけないことっていうものが、まあ、まあまああるかと思います。で、最初の方はですね、じゃあそういう時どうするか、どこがポイントかっていうことを、まあ、お話しさせていただければと思いますが、まあ、例えばこのようなアウトプットがちゃんとこう揃ってた場合、まあ、おそらくまずインフォマティクス、バイオインフォマティクスの分野の方っていうのがこういうことがしたいかなっていうのを2枚持ってきたんですけど、一つは例えばケグマッパーとかケグスケープで、まあ、ケグマッパーっていうのはまさにそのケグの代謝データベースのブラウザ上で、まあ、このようにですね、その代謝マップ上で、まあ、上昇して化合物が上昇していたら赤で減少していたら青っていうような形をこう描画するようなプログラムですが、まあ、例えばケグスケープっていうのはサイトスケープって言われるプログラムがあるんですけど、今日全然説明しませんが、サイトスケープ上で、まあ、ケグのパスウェイっていうものを載せることもできますし、まあ、今日は言葉だけですけどエンハンスドグラフィクスっていうものを使えば、まあ、そこにグラフとかも載せることができる、まあ、有用なツールかなと思います。まあ、例えばこういうことがしたいと。で、例えばパスデジオ、これはウィキパスウェイと呼ばれるようなパスウェイ情報を掲載したり、まあ、何かしらマッピングするためのツールですけれども、いや、バンテッド、まあ、メタボロームの方ではここの下に示すのはまさにバンテッドと呼ばれるもので のブラウザ上で我々自身がこのように代謝マップを手書きで書いてですね、で、このような手書きで書いたものに今回取得した例えばメタボローム情報を、まあ、マッピングしたようなものになると。で、まあ、例えばこういうことがしたいと。で、こういうことをするためにじゃあ何を準備しなければいけないかっていうことをまあ、やるときにですね、まあ、ポイントはまずこのインチーキーというキーワードかなと思います。特に浸水性の代謝物ではそのインチーキーという構造表記が世界標準ですっていうことを、まあ、ここのスライド1枚で書いているんですけれども、まあ、例えばここにアラニンっていう化合物があります。で、まあ、皆さんその生物をやってる人はアラニンっていったらポッて分かると思うんですけれども、まあ、このような代謝物の名前っていうものは例えば表記揺れの問題があります。人は例えばバイオロジーの人はアラニンっていうかもしれませんが、例えばまあ、さすがにいないと思うんですけど、プロテオームとかタンパクをやってる人はこういう書き方がしっくりくる人もいるかもしれないですし、まあ、データベースをやってる人はですね、このようなキャスナンバーとかがしっくりくる方もいるかもしれないですし、例えばケミストリーを専門的にやってる人はこの2アミノプロパノイックアシッドっていう方がしっくりくるかもしれません。ですので一口に例えばこういう構造を表記しても、まあ、化合物の名前を使ってしまうと表記揺れの問題があると。なので、まあ、構造のメタデータというものが重要かと思いますが、まあ、構造そのものを反映するにはやはりこういう、まあ、データベースとして管理するならスマイルズっていう記法が一番こう場所も取らずに済みいい表記方法かと思います。そしてまあ組成式ですね。で、まあ、このスマイルズコードをもうちょっと言葉的に表したことがインチーコードって呼ばれるやつなんですけれども、これはとても長くなっ、もうこれアラニンっていう化合物でもこれぐらい長い表記方法になるので、もう少しコンパクトに、まあ、それこそインフォマティクスの分野でいうとハッシュキーと呼ばれるものですね、このインチーコードをある種キー配列に書き換えたものがこのインチーキーと呼ばれるものになって、次のスライドでも説明します。あとは最近ですね、この化合物群っていうものをケミカルクラスオントロジーとして表記する、まあ、例えばこれの場合はラーニング&デリバティブスっていうようなオントロジーに分類されるものっていうような、このあたりのスマイルズ緑で示したフォーミュラインチーキーオントロジーの4つほどを、まあ、データベースとして集積していれば、まあ、私は十分かと思っています。まあ、その理由は2枚ほど後のスライドで言いますが、まずこのインチーキーの説明だけさっとしてしまいます。
このインチキーはですね、先ほど言いましたそのこのインチコードっていうものをまあハッシュキーへ変換したもので、最初のこの14桁が合計ハイフンも含めて27桁の文字列になりますけれども、最初の14桁はモレキュラースケルトンですね、あのステレオアイソマーを考えない、もう本当に結合情報だけを表したものが最初の14桁に来ていて、次のこの青で示している8桁はですね、このステレオアイソマーとかのステレオケミストリーの情報が格納されていると。であとはそのバージョンとかそのイオン化タイプとかが示されているので、まあ、特に重要なのは最初の14桁とステレオアイソマーの情報かなと思います。で、まあ、このインチキーとかをなんでも整理していると便利かっていう話なんですけれども、まあ検索に使えるっていう話です。例えばこういうインチキーっていう一つ持っていて、例えばですねケグの、まあ、ツールキットっていうものを使いたければ当然ですねケグ ID が必要になってくるわけです。ケグ ID を持っていると要するに化合物の名前とケグ ID を紐付けておくと、まあ、ケグのブラウザー上での解析が円滑に進むと。なのでケグ ID が例えば欲しいと言った時に、このインチキーでちゃんと整理しておけば、例えばこれはですねケミカルトランスレーションサービスっていう UC デイビスのグループが開発しているやつですけれども、まあ、これバッチコンバージョンって書いているのでいっぱいここにインチキーを100個ぐらいペタッて貼り付けることができますが、例えばここに示すようにインチキーをペタッて貼ってコンバートとしてインチキーから例えばケグっていうので、まあ、変換しますよっていうのでポムってコンバートっていうボタンを押してあげると、まあ、ここにですねそのこのインチキーっていうものはこのケグ ID ですよっていうものをまあ提出してくれて、さらに結果は CSV などのファイル形式でまあダウンロードすることが可能です。次のスライドのパブケムアイデンティファイアエクスチェンジサービスもそうですけど、これレストで取ってこれるので、まあプログラムとしても対応、結構フレキシブルなプログラムになっていると思います。でもう一つ紹介させていただくと、まあ、同じような感じでパブケムアイデンティファイアエクスチェンジサービスというものがあります。でこれの特徴としてはですね、先ほどのケミカルトランスレーションサービスはこのようなアラニンっていう化合物の名前は受け付けてないんですよね、キーとして。ただこのパブケムの方は、例えばここにアラニンっていう化合物の名前を入力して、そのオペレータータイプとしてはセームコネクティビティというのを今ここで選んでるんですけど、これは先ほどのインチキーでいうところの最初の14桁ですね、モレキュラースケルトンの結合情報だけ合致しているものをの、ケグ ID を提出してくださいっていうことでボタンをポチッと押してあげると、まあ、このような結果になると、まあ、これでアラニンっていうものに対するケグ ID が返ってくる、あれっていう感じになると思うんですけれども、アラニンに対応するケグ ID ってこんなにあるんやってまあ、思う方もいらっしゃると思います。でこれがまあ、ある種デメリット、モレキュラースケルトンだけ最初の14桁だけでこう表示する場合のある種デメリットかなと思うんですけれども、まあ、例えばこの1番上と2番目でしたかね、2番目のその情報をちょっとちゃんとケグの方で見てみると、一番上に書いてるのはそのケグ上ではアラニンってなってるやつです。で2番目のやつは L アラニンってなってるものです。まあ、生体内には基本的に L アラニンが多いと思いますので、そのケグの方もですねこのような L アラニンの方にさまざまなそのメタデータ情報とかさまざまなデータベースにそのリンク付けが貼られていますが、普通のアラニンの方はまあこれぐらいっていうことになります。で、まあ、皆さん欲しいのはですね、おそらくこの2番目の L アラニンの方のケグ ID が欲しいと思います。で最初はですね、なのでここでまず苦労するかと思いますけれども、まあ、皆さんが必要なケグ ID の情報、まあ、だから名前からだとちょっとこのような面倒くささっていうものが出てくるんですけれども、まあ、そうは言っても仕方がないので、このような方法を駆使しながら工夫して使いながら、まあ、そのケグのブラウザー、例えばケグを使うならこのようなケグの ID っていうものをまず一旦整理することが、まあ、メタボロームデータの解析の第一歩かなと思います。で例えばメリットっていうことをお話しさせていただきますと、まあ、ケグ ID を揃えておくと簡単なパスウェイマッピングが可能ですよっていうことです。これはケグマッパーの実際の URL で、まあ、これはちょっとセルレポーツっていう、これ今理研の IMS におられるユギ先生がトランスオミクスっていう、まあある種統合解析、オミクスデータの統合解析の、まあ、一つの手法を考案されている先生ですけれども、まあ、ここにはですねケグの ID、まあ、化合物です。化合物の情報と、まあ、ステーブルだったら緑色で、
まあ、対象群に対して下がってたら青色で上がってたら赤色っていうような注釈付けをしてあげてたり、まあ、例えばプロテオームのデータはですね、この酵素、これはあのラットですけれども、ラットの酵素 ID と、まあ、それに対する色、自分が指定したい色っていうのを情報を整理してあげておいて、まあ、ここにまさにペーストするだけっていうことをやっておくと、まあ、このようにですね、あのケグのマップ上に、まあ、そのタンパクの場合はこの線が青色になる、もしくは赤色になるっていう形になっていて、代謝物の場合はこのドットそれぞれがその代謝物一つ一つにこう割り振られることになりますが、このようにまあじゃあどこがその減少しているのかな、もしくはどこが上がっているのかなっていうのをパスウェイレベルで解析することがまあ簡単に可能になります。で、まあこのような、まあその一番タイトルに HMDB って書いてたんですけれども、その先ほどのパスウェイマップや、まあ、従来の普通の統計解析や多変量解析で、まあ、面白そうな代謝物の情報が見つかってきた場合、まあ、例えば人の研究をしている場合はヒューマンメタボロームデータベースが一番現時点では代謝物のメタデータ、メタ情報っていうものが豊富に集積されていると。でこれは、まあ、2ハイドロキシグルタリックアシッドっていう、まあちょっと正確な年、そう忘れました、おそらく2013年にセルにオンコメタボライトとしてこう報告のあった化合物として有名ですけれども、まあ、どうしてこういうふうなあの化合物が着目されているのかっていう、まさにウィキペディア形式でですね、ディスクリプションがこうすごい情報リッチに集積されていますし、私自身はこれが特にいいなと思うのは、実際にこう下の方にスクロールしていくとですね、実際にこの検出されて定量された情報も掲載されていると、まあ、特に実際の人とかにですね、大体どれぐらいの濃度でこう検出された実績があるかっていうものをまあ掲載されているので、まあ、まさに今自分自身が手元にある情報と照らし合わせて議論することができるっていうところが、まあ、いいところだなと思います。そして順番は前後しますけれども、このような例えばヒューマンメタボロームデータベースの着目すべき代謝物っていうものを、まあ、見つけるためのツールとして最初に紹介させていただいた、まあ、例えばケグマッパーとか、まあ、多変量解析とかが有効かと思いますけれども、まあ総じてですね、あの私自身はこのメタボアナリストって呼ばれるようなウェブサイトに行くと、まあ、意外に何でもできるなと思います。これはもともとあのアルバータ大学のデビッド・ウェシャート先生のところと、まあ、今精力的にある方がこうずっとメンテナンスをしていますが、こうですね、例えばエンリッチメント解析、まあ、メタボライトセットエンリッチメントアナリシスっていう、まあ、そのゲノムの方のジーンセットエンリッチメントアナリシスの代謝物バージョンのようなものを集積していたり、まあ、パスウェイのものや、いいなと思うのはここにジョイントパスウェイアナリシスっていう、まあ、これはまだ RNA-seq のデータやとメタボロームのデータの2つしかまだサポートされていないですけれども、簡単な統合解析もすることができるっていうところが、まあ1個メリットだと思います。例えばですね、一番最初はここのエンリッチメントアナリシスっていうことを簡単に紹介させていただければと思いますが、最初にこの例えばこういうメタボアナリストが求めるデータ形式ってもう本当に簡単で、ここにサンプル情報の名前と、まあ、例えばこれ2群ですね、こういうクラスの情報とコントロールのクラスの情報を、まあ、こういうふうに表記してあげて、こっちのあの Excel のカラムには代謝物の名前が書いてあって、ここの名前はですね、ここ の, あのウェブサイトいいなと思うのは代謝物の名前も使えるっていうことです。自動的に内部で代謝物の名前を認識して KegID や HMDB の ID に変換してくれると、まあ、もちろんですね、こ の, あの表記揺れの問題が同じようにあるので、そのここを KegID や HMDB の ID にしておくとなお良いとは思います。で実際に先ほどの、まあ、データマトリックスのようなものをこうエンリッチメント解析っていうところにこう投げてあげると、こういうふうな結果が返ってくると。でこれ何かっていうと、そのここに書いてあるメタボライトセットエンリッチメントアナリシスの結果ですよ。でこういうふうなグラフのここのガラクトースメタボリズムのこの私この円をクリックしたら、この右のような図が出てきます。この下のようなテーブルも出てきます。でこれはどういうことかというとですね、これはもうキュレーターっていうものがいまして、このガラクトースメタボリズムに関与する
代謝物のこれらのうちの3つっていうものが今回私が例えば今回アップロードさせていただいたそのデータセットで優位に、まあ、例えば上昇もしくは減少していましたと。でこれはまあフィッシャーの正確性検定によってじゃあまあ私が投げたメタボロームセットっていうものはこのようなガラクトースメタボリズムに関与する代謝物群がまあ変動している確率っていうものがまあピーチとしてこれぐらいありますよっていうようなオーバービュープロットが左です。で実際の詳細がここにあります。でバーチャートにした、まあ、ボックスプロットですけれどもした結果がこういうふうに閲覧することができます、まあ、例えばこういうものとかですね。で先ほどちょっと紹介させていただいた統合解析の例ですけれども、まあ、左はですね例えば、まあ、例えば RNA-seq のデータでピーチがまあ優位だったもので、まあ、そのリストをこう例えば投げてあげると。で同じく代謝物の情報もこういうふうに投げてあげると。で、まあ、サブミットっていうふうなボタンを押してあげるとどうなるかと、まあ、その前にですねちょっとだけ紹介させていただくと、これもう一ついいのはですね、これローカルでもこれ R のソースコードなんですけどメタボアナリスト R っていうようなプログラムも公開されていて、まあこのようにブラウザ上ですることもできるんですけれども、これをルーチンで例えばやりたいと、じゃあそれに適した R のソースコードのスクリプトもここに今やった、まあ、例えばマクロの自動記録みたいなような形ですね。で自動記録してまさにこれを R でそのまま使うことができるっていうのも、まあ、まさにユーザーフレンドリーなプログラムになっているなと思う次第です。で例えばこれをサブミットしてあげると、まあ、このような図になります。でまあ、左の説明もお用意していきますけれども、この今回のこの右っていうのは私はこの一番この右上にあるものをまあクリックした結果がこの右のパスウェイになります。で、まあ、結果がグライコリシスオアグルコのネオジェネシティクスか、まあ、等身性の方ですけれども、まあ、このような、代謝マップが、まあ、パスウェイインパクトも優位だし、まあ、先ほどこれ結局同じようにフィッシャー正確性検定の、まあ、エネチメント解析みたいなことをしているわけですが、こっちのピーチがまあかなり小さく、まあ、このパスウェイインパクト、これ実はその詳細は公開されていないんですけれども、まあ、この得られたこの代謝物とか、まあ、例えば遺伝子の情報というものが他のパスウェイにも寄与していた場合、まあ、このパスウェイインパクトの値というものが上がるような仕組みになっているかと思います。で、実際にこの詳細というものを、まあ、テーブルとしてこの左のプロットをですねテーブルとして見てあげると、まあ、このような形になっていて、まあ、一番こうパスウェイインパクトも高くピーチも低いもののこれをクリックしてあげるとどういうものが出てくるかっていうと、先ほどと同じようなものですね、まあ、このグライコリシスに関与する代謝物もしくは遺伝子のセットのうちこの赤で示したものっていうものが今回私が投げた情報で優位なものだったので、まあ、このピーチの値でまあ優位だということができますよっていうようなものになります。でこのような統合解析はまあ、もちろん有用なんですけど、例えばですね、まあ、例えば脂質かな、脂質の分野ではそのモレキュル一つ一つの分子でパスウェイを議論するのではなく、例えばホスファジルコリンとかトリアシルグリセロールとかいったようなクラス代謝物のオントロジーごとに、まあ、優位なものがもうクラスごとにどういうふうに変動してたかっていうのが知りたい場合もあります。植物の天然物もですね、例えばフラボノールなのかフラボンなのかっていったような化合物クラスごとに、まあ、パスウェイを議論したいっていう、まあ、需要もあると。でそういうものをするために、まあ、そういうものも一つのアプリケーションとして、まあ、このようなものも開発されてますよっていうのが化合物のオントロジー化っていう話です。で例えばこういう構造が、これはカルコンの構造ですけれども、まあ、この構造を、まあ、クラシフィケーションしてあげるとどういうものになるかっていうと、まあ、例えばこれは有機酸をオーガニックコンパウンドですよって、スーパークラスとしてはフェニルプロパノイドですよとかで、まあ、その段階立ててこう化合物をクラスタリングオントロジー化してくれるっていうのが、これ自体はクラスファイアっていうプログラム名ですけれども、まあ、これはもうまさにもうすでに世界標準として使われているような、まあ、オントロジーのためのオントロジー化のためのプログラムですと。ですでにこれを使うための、まあ、ツールっていうものもいくつも出ていると。で同じようにですね、例えばインプットの形式として
代謝物、まあ、特にこれは脂質のことを書いているわけですけれども代謝物の名前と、まあ、インチキやそのスマイルズの情報で、まあ、例えば2群の話でピーチやホールドチェンジの情報ってこれはもうユーザーがこのプログラムの場合はこのような情報を与えないといけないんですけれどもこのような情報をまあ与えてあげて、まあ、ポチッとやってあげると、まあ、このような左の図のようなものがまず出てきますと。これはまあそのオントロジーケミカルセットとしてまあ同じようなそのエンリッチメント解析をしているわけですけれども、まあ、ピーチっていうものが縦軸ですね。で、まあ右に展開するためにこのプログラムはその疎水性の指標のまあ XlogP っていうこれはケミストリーデベロップメントキットっていう CDK ベースのそのある種ログ P の計算値ですけれども XlogP で展開しているような図が出てきますと。このバップっていうものの、まあ、表にしたものが、右上ですね。で右上になっていて、まあ、例えばこのフォスファジルコリンっていうのはこの青になりますかね。この青に着目してこいつを、まあ、詳細を見てあげると、まあ、実際にこういう代謝物群っていうのがこのフォスファジルコリンのセットの中にこれは自動的にクラスタリングしてくれます入っていて、まあ、どういうふうな実際に詳細を見たときに、まあ、こういうピーチの値になっていましたと。でクラス全体としても、まあ、このホスファジルコリンのメタボリズムっていうものが、まあ、ピーチホニャララで、まあ、優位だと判定されましたよっていうものが、この方法で、まあ、要するにオントロジーベースのパスウェイ解析っていうものが、このケムリッジっていうプログラムですけれどもで達成することができるっていうふうな紹介になります。この右側っていうものを今回紹介させていただきました。特にそのデータサイエンスの分野で、まあ、こっちの方の方が多いかと思いますが使う側で、まあ、全部を説明している時間はないので今回紹介させていただいたのは化合物 ID の取得つまり今回紹介させていただいたのはインチキーと、まあ、そこから例としてケグ ID の話でした。でデータベース検索という意味で、まあ、インチキーっていうものの有効性や、まあ、HMDB ですね の紹介をさせていただいて、まあ、代謝マップ投影っていうものは、まあ、今回は主にメタボアナリスト、まあ、オミクスモジュールへの統合も一緒ですねメタボアナリストっていうようなツールでやることができるということを本日は紹介させていただきました。でちょっと出す側のお話をさせていただきます。で特に、まあ、このインフォマティクスとか、まあ、アノテーションデータ標準化のところを少しだけお話しさせていただければと思います。というのも私どちらかというとこちらの方が専門で、どちらかというとデータベースイシューというものはほとんどやっていない人間です。この出す側の人間です。計測から、まあ、インフォマティクスまでですね。で、メタボロームの多様性とデータ解析の複雑さ出す側の複雑さですねをちょっとだけ俯瞰させていただきますとこれはゲノムとかプロテオムやってる人にとってはまたちょっと言い過ぎなこともあるかと思うんですけど、まあ、それぞれのオミクス分野ではそれぞれ難しさはあるかと思いますがメタボローム解析独特の難しさっていうものはここに示すケミカルダイバーシティ化合物の多様性にあると思います。つまり、まあ、多様な化合物の混合液っていうものを質量分析 MS 計測をすると、まあ、膨大かつ複雑なデータになると。でここに、よく引用される液体クロマトグラフィータンデム質量分析の結果を、まあ、上から見たようなものでこちらが保持時間溶出時間ですね。でこちらが M オーバー G で縦軸がイオン強度の情報になっていて、まあ、このイオンの山脈、まあ、この山脈のように見えるのがそれぞれの代謝物だと思ってください。でこの代謝物それぞれが何かっていうものを例えばアノテートするためにその質量分析ではこのフラグメンテーションっていうこと、まあ、日本語ではますますとか MSMS とか言われるわけですけれどもを見ることになります。これはどういうことかというとこのマスフラグメンテーションっていうものは化合物特有のパターンを示すので例えばこの場合にはホスファジルコリンに特徴的な極性由来のイオンやこの脂肪酸ですね脂肪酸特有的なイオンが見えることから、まあ、このような構造だと推定できるわけです。ただ一方でですね例えばこのフラグメンテーションのこのプロダクトイオンがちゃんとすぐ理解できればこのような構造の情報に近づくわけですけれども例えば標準品がないものいやもうスペクトルが全くわからないものっていうものはその、まあ、このようなアノテーションができずアンノーンとして残されますと。で実情ですけれどもだいたい得られるデータのうちの 80% 以上が未知アンノーンとして残されていて我々ですね残りの2割ぐらいの情報しか例えば生物の方に還元できておらず、まあ、そのほとんどはデータとして捨てられているのが現状であると。
で、まあ、だから出す側の工夫として一つ質量分析インフォマティクス研究というものも必要なんじゃないかということで、まあ、私自身はここを精力的にやってる人間ですけど、まあ、情報としては質量の情報というものを化合物の構造情報へと変換して生命システムを理解しましょうと。まあ、例えば1検体あたり、まあ、条件にもよりますけれども1万を超える代謝物由来イオンの情報をまあオートマティックに解析することは当然のこととして、先ほど申し上げた未知の代謝物のマススペクトルからまあ構造を推定するためのプログラムの開発っていうものがまあメインのテーマとなっております。で、まあ、一つこれ手前味噌で大変恐縮なんですけれども、まあ、例えばこの化合物データの解析の自動化っていうことで、まあ、もしデータを出す側の方が今回オーディエンスの方にいらっしゃったらっていうことになると思うんですけど、まあ、私自身はこういう MS ダイヤルっていうプログラムを、まあ、5年ほど前からですかね開発しておりまして、まあ、各質量分析メーカーのデータを一緒くたに扱うことが可能で、まあ、例えばですねガスクロマトグラフィー質量分析や液体クロマトグラフィー質量分析の中でも、例えばイオンモビリティっていうものを、まあ、搭載しているタイプなのか、さらにはデータインディペンデント MSMS なのか、データディペンデント MSMS なのかって、こういろいろ細分化されるわけなんですけれども、まあ、このような全ての、まあ、メソドロジーに対応したその、まあ、コンピュテーショナルなそのメソッドワークフローっていうものを MS ダイヤル側が提供していて、まあ、一番最初の冒頭にあったまさにアウトプット、理想とされるアウトプットってなんかこう申し訳なくこう今言うことになると思うんですけれども、あのような形のメタボロームテーブルのアウトプットを提供することができますし、さらには未知のマススペクトルが出た時にこれをアノテーションするために、まあさらに外部のツールに投げるために、まあ頻用されるスペクトルのフォーマットである MSP とか MGF とか、まあマスバンクっていうようなフォーマットに、まあでエクスポートすることが可能ですと。でちょっとだけこの未知のマススペクトルなデータを出す側で、せめてこのアンノーンの注釈付けっていうものをどういうふうにしていかないといけないかっていうことで、そのまあアノテーション、まあそのモチベーションから最初話させていただきますけれども、特に天然物や浸水性の化合物のアノテーション難しいっていうことを最初にお話しさせていただくと、まあ、例えばプロテオームではアミノ酸の20種類のアミノ酸で構成されるものを考えればよいと。で脂質メタボロームリピドミクスという分野ですね、ではそのアシル基の多様性あれと解列様式は言って、この2つで何が言いたいかっていうと、その例えば脂質の場合はですね、このアシル側鎖っていうものが例えば炭素数16のもあれば18のやつもあるし、このこっちも18の炭素数18のやつがいれば20、22っていうやつもいます。20結合が2のやつもいれば4のやつもいますと。ただこのようなアシルチェーンのプロパティがどうであれ、結局マスのフラグメンテーションっていうものはこのようなエステル結合の周りから始まるのであって、ここのアシル基の長さがどうであれその解列様式は体系化できるというような、まあプロテオームも実際にはそうです。アミノ酸の解列様式は体系化できるからアノテーションのカバレッジがすごい高い、やりまあデータ解析としてアノテーションとしてはだからどちらかというとやりやすいような分野になりますけれども、一方で天然物っていうものはそのあらかじめですね、例えばこういう構造が与えられた時にどういうフラグメントイオンが出るのかなっていうものが実際には分かりませんと。なのでもう現状はですね、このような化合物の標準品を計測して、その保持時間と M オーバー G と MSMS スペクトルのパターンを取っておいて、実際に生体資料と絵合わせをすることでアノテーションをするっていうことが現状です。ただしですね、1個前にこの次のスライドで、この次の次のスライドかで、ちょっとこのメソドロジーのボトルネックというか欠点、ディスアドバンテージを紹介させていただきますが、まあこのような MSM2 個後のスライドではこの手法には限界があるっていうお話をするんですけれども、まあ、次のスライドからですね、実はちょっとまあでもそうは言ってもですね、このようなリファレンスのマススペクトルっていうものは有用なので、まあ、今回データベースの講義なので、このマススペクトルのデータベースのまず紹介をさせていただきますと。でまあ、タイトルはマススペクトルデータベースは有効に使いましょうという、まあまあ、知らぬは無知ということでですね、その実際に標準品を揃えるっていうものは、まあ、効果なので、まあ、人が取った、まあ、このようなアカデミックフィールドでは、まあ、皆さんこういう自分が取った標準品のマススペクトルを、まあ、デポジット、まあ、レポジトリに登録するっていう作業が進められています。日本ではマスバンクっていうものが有名ですけれども、まあ、この
ポータルサイトのマスバンクオブノースアメリカっていうモナって呼ばれるようなこうデータベースレポジトリっていうものが、まあ、例えば、まあ、要するに中央集約的なここに行けば全部の世界で取得されている一つ一つのデータベース、マススペクトルデータベースがここでまとめられているので、まあ、ここに行けばいいっていう話になります。で例えばまあマスバンクや有名なところで GNPS っていうものがあるんですけれども、ここに集積されているマススペクトルを例えば使いたいなってなったら、まあ、このダウンロードボタンっていうものを押して、まあ、まあ結局は多分皆さん全部使うことになると思うので、このオールスペクトラっていうことをダウンロードしてあげると、この下のやつが全部ダウンロードすることができるかと思います。そしてじゃあこのスペクトルライブラリーっていうものをまあどういうふうに使うかっていうのを、まあ本日話している時間がありませんので、このまあメタあるいはこの質量分析学会の方でこうまとめさせていただいたこの生体内低分子代謝物の構造推定ガイドっていうもので、このようなマススペクトルライブラリーを使うための有用なツールやどういうふうにしたらまあ拡張性があるかっていうことをまあ紹介させていただいているので、まあ、これをもし興味のある方は見ていただければと思います。ただ、まあ、このスライドがちょっと言いたかったことですけれども、まあ、このような標準品のマススペクトルライブラリーでアノテーションできる数は限られているっていうふうなことをまず紹介させていただくと、左はですね、ワインを液体クロマトグラフィータンデム質量分析で計測した結果で3000ほどの代謝物由来イオンが検出されていると。で、まあ、これをですね、先ほどのライブラリーを使ってアノテーションできたものだけ表示させてあげると、この右に示すような150ぐらいのアノテーションのスポット、あ、すみません、これ横軸が保持時間で縦軸が M オーバー G で代謝物イオンが検出されたところがこのスポットのようなものになっているわけなんですけど、まあ、このいっぱい検出されているもののうちこれだけしかアノテーションできていないと。で、これどうしたかというと、まあ、これがデータベース、まあ、一つ一つ全然今回紹介していないですけど、最初紹介させていただいた HMDB、ヒューマンメタボルムデータベースです。で、これの集積数が約10万ほどの化合物になります。で、UNPD というのはナチュラルプロダクトのデータベースです。これが集積数が25万くらいですね。で、リピットマップスはこれ脂質の構造のデータベースです。これが約5万ほど。で、ナップサックは天然物といったような形でいろいろあるわけですけれども、まあ、これら全部考えてあげると、まあ、約30万強の代謝物の構造っていうものがすでにデータベース化されていると。一方で、この30万のデータベース化されている化合物構造情報のうち、マススペクトル MSMS が取られてライブラリー化データベース化されているものっていうものはこれぐらいしかないと。で、これをカバレッジにしてあげると大体 3.7% っていうことになるので、まあこの検出されたイオンの情報のまあおよそこれは 5% ぐらいですかねになるのはまあ理にかなっているということで、まあこのまさにこうデータが捨てられているっていうような表現を今回使いましたけれども、まあまだまだその有用なデータがまさにこう生物情報というものがデータの中に眠っているようなまだ時代にいるのかなと思います。なのでこのような未知のイオンというものを要するにアノテーションするプログラムの開発も、まあ、世界でいろいろ進められておりますが、これは、まあ、私自身がやった仕事をちょっとだけお話しさせていただくと、まあ、例えばですね、未知のマススペクトルモノアイソトピックイオンやそのアイソトープパターンの情報と例えば MSMS の情報をこうインプットしてあげると、まあ、組成式の候補っていうものを出力しますと。で、まあ、多数出力されますので、このだからこの中から最も有力なキャンディデートを例えば理論値とのズレやその理論アイソトープパターンとのズレやそのマススペクトルっていうものがその組成式と考えて理にかなっているかや、この組成式っていうものがすでに生命の化合物データベースに登録されているかどうかっていうものを、まあ、総合的に評価してあげて、まあ、ランキングしてあげると。そしてこの化合組成式に合致する構造情報っていうものを、まあ、先ほどから紹介しているこの代謝データベースって呼ばれるものですねにこう投げてあげて、まあ、一番大きい分野では化合パブゲムっていうことになると思いますが、まあ、こう構造情報を引っ張ってきて、これはインチ、まさにインチキーでこう表記させていただきますけれども、この組成式に合致する化合物の構造情報は例えば今回5つだとしましょうと。で、この5つの中で、一番もっともらしいものは何かっていうことを、まあ、こうランキング付けしてあげるために、この化合物をインシリコでコンピュテーショナルでフラグメンテーションさせた結果と実測の MSMS のまあ妥当性っていうものを総合的に評価してあげて、
その、まあ、ランキング付けしてあげると。で、まあ、今の現状の例えばこういうアキュラシーというものを評価しているんですけど、まあ、マススペクトルの正解セットですね、3000ほどの化合物の MSMS 情報を、まあ、テストセットとして評価してあげると、この青のラインを見ていただければと思いますが、まあ、これはですね、3000個のうちその1番に正解構造を持ってこれた確率っていうものが、まあ、大体 60% 強ですと。で、トップ3の、まあ、上位3つの中には、まあ、正解構造が含まれているのが大体 80% ぐらいというような、まあ、精度で今のところこういうプログラムが利活用できるっていうものが現状です。で、まあ、このようなですね、そのツール開発がどん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 進んでいき、まあ、ちょっとこの2個ほどのスライドの後だったと思うんですけれども、このように部分構造の要するにフラグメントイオンのアノテーションをどん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 進めてあげることで、まあ、ある種その新たなサイエンス機械学習とかの研究も盛んになってくると思う。このスライドでしたね、すみません。一例を紹介させていただくと、例えば同じようにですね、構造そのものを決めるんじゃなくて、その未知のマススペクトルが来た時に少なくとも代謝物のオントロジーだけでもわからないかっていうことの方法論も今盛んに方法論が開発されていると。で、これアイデアとしてはですね、GSEA ジーンセットエンリッチメントアナリシスと似たようなものになりますが、まあ、これ例えばマイクロアレイのデータとして、まあ、見た時に、まあ、そのセットとして優位なものとして投げた P 遺伝子セットのうち、例えばこのファティアレシートエロンゲーションに関わっている7つの遺伝子のうちの4つが今回私が投げたそのジーンセットに入っているならば、まあ、この7分の4で、まあ、いくつ投げたかにもよりますけれども の遺伝子がヒットするので、まあ、私が今見ている生命現象というものはファティアシとエロンゲーションに関わる遺伝子の更新があるだろうってできる確率がその 0.0032 ですよっていうふうな方法論になるかと思います。で、このアイデアと同じようなものをですね、まあ、マススペクトルに活用したものがフラグメントセットエンリッチメントアナリシスっていうような形で、まさに化合物の構造、クラスとですね、そのマススペクトルのオントロジーセットっていうのを内部で作ったことの話になるんですけど、まあ、例えば今回未知のマススペクトルのうちホスファジルコリンと定義するために必要なフラグメントイオンの 1,2,3,4,5 個の情報のうち、まあ、3つがこの未知のマススペクトルに含まれていたので、まあ、今このマススペクトルはだいたい 0.005 の確率で、まあ、こういうものになるんじゃないかっていうことを提案するための方法っていうものも、このようなフラグメントのデータベースっていうものがどん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 整備されて、このようなフラグメントセットっていうものをちゃんと整備していくことで、まあ、有用なものになっていくんじゃないかなと思う次第です。で、ここまでですね、メタボロームデータを出す側と使う側っていうことで、まあ、出す側の説明を今させていただきましたけれども、まあ、質量分析とマススペクトルのちょっと簡単な説明と、まあ、質量分析インフォマティクスっていう研究があるんだなっていうような説明をさせていただき、特にですね、この、まあ、出す側の、まあ、特にノンターゲットっていうノンバイアスに解析するような方法論ではやっぱりアノテーションっていうものをどん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 してあげることで、今はまだ 5% から 20% かもしれませんが、その、まあ、このこれからサイエンスが進んでいく中で30それが 30%、40%、50% でアノテーションのカバレッジが上がっていくと、それだけ生物の解釈っていうものを深めることができるんじゃないかと思います。で、まあ、黒くなっているところっていうのは全くこう説明しなかった。もっと言うと、まあ、メタボロームっていう分野っていうものは計測分析科学ですね。この今日全然説明しませんでしたけれども、分析科学とインフォマティクスっていうものが、まあ、ある種二個一になって初めて、もっと言うと、もっとバイ前処理とかもですよね、が二個一になって初めてこう成立するサイエンスかなと思います。で、ちょっと難しい研究分野にはなるかと思うんですけれども、我々特にメタボロミクス若手の会っていうグループもやっていて、なんかこうウェブサイトの名は最初は ESI とも書いてエレクトロスプレイアイオナイゼーションの略ですけど、これは、まあ、私のはるか上の先輩方というか、もうむしろ先生で教授になっている人が全員ですけれども、が、まあ、立ち上げたところを、まあ、私の方でこう管理していただいているそのウェブサイトになるわけですけれども、ここに行っていただくとですね、先ほどまで紹介させていただいたインフォマティクスのそのメソドロジー
いや全然本日紹介しなかったまさに分析科学のノウハウっていうものもここに全て一番集積されているようなウェブサイトになっているかと思いますので、まあ、興味のある方はですね覗いていただければと思います。はい、以上で発表を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。